ますます発展する食の文化、生産・流通システムの中で、私たち古川製作所は放送技術を通じてより高度なステージを求め歩み続けています。営業と技術の一体化。私たち古川製作所は販売とエンジニアリングが最短の距離で直接コミュニケーションを図る独自の直販サービス体制を敷いています。すべてのスタッフが一丸となり、確かな品質、迅速できめ細やかなサービスを皆様にご提供します。また全国に営業拠点を置き、ユーザーの方々への万全のサービス体制を整えています。さらにアメリカ企業との業務提携を契機に海外進出も活発に繰り広げ、当社オールドリバースブランドの放送機械は世界50カ国以上に輸出され、高い評価をいただいています。私たち古川製作所がそのラインナップの中から今回ご紹介するのが、自動袋詰めシール機にノンメタルの結束機を搭載した P クリップ結束機付き自動袋詰めシール機 FF220N の PC です。本機はメタルからノンメタルへと移行しつつあるユーザーニーズを捉えて、プラスチッククリップでの結束を可能とし、クリップ結束時で毎分15から最大35袋、クリップ結束をしない場合では毎分15から最大45袋の生産能力を持つ自動袋詰めシール機です。Pクリップの主な特徴として、金属を使用しないため品物包装後の金属検出が可能なこと、クリップ形状が従来の金属クリップ結束に近いため商品イメージに違和感なく使用できること、耐寒性・耐熱性があり幅広い分野で使用可能であることなどが挙げられます。さらにリサイクル推進にも役立ち、容器包装廃棄物の中では資源リサイクルされます。本機は主に袋取り、袋公開・印字、製品投入、液充填・振動、脱機、上部下部シール、受け渡し、クリップ結束の各パートから構成されています。まず袋箱に積み重ねられた袋を1枚ずつ掴み、袋公開部へ運びます。袋取り部では袋サイズに合わせ詰め幅の調整が簡単に行えます。次に袋へ日付を印字し、吸盤を使って袋口を開き、さらにエアを吹き込みます。開いた袋が移動中閉じることがないよう、製品投入部まで袋口を保持します。また従来のホットプリンターと合わせて活字の交換が不要で、印字などのバリエーションが豊富なサーマルプリンターも取り揃えています。製品投入部では開いた袋にホッパーが入り、品物を確実に投入します。必要に応じて袋内に液の充填を行い、袋を下から振動させることで品物を収まりやすくします。
充填装置は信頼性の高いメカ応浸透方式を採用しています。商品に合った充填量を容易に設定できます。またサニタリー性の優れた設計構造によりクランプを外すだけで分解ができ、洗浄も容易に行えます。混ぜ合わせの必要な充填物にはご覧のような攪拌装置も取り付けが可能です。品物が充填された袋は必要に応じてノズルと脱気板を用いて中の空気を除去します。脱気板の隙間調整はノブを回すことにより簡単に行えます。次にクリップ結束を行う前に結束位置の下部や上部をシールし、結束部へと袋を受け渡します。結束部では P クリップ結束を行います。結束位置から上部の袋口は用途に応じて扇形状に残すこともカットすることも可能です。カットした後のフィルムの残り部分はスクラップ回収装置により回収されます。袋口のカットの切り替えや平袋と結束の切り替えも操作ボックスのスイッチで簡単に行えます。また結束用クリップはご覧のようにカラークリップも可能です。結束 P クリップが残り少なくなると警告ランプが点灯します。クリップリールの交換はご覧のように使用済みリールを取り外し、新しいリールを取り付けた後リール先端部をガイドに挿入するだけで簡単に行えます。本機では投入ミスによる袋の無駄をなくすためにフィルムリサイクル機構を標準で装備しており、袋公開、品物投入の状態を識別し、未投入の場合はクリップ結束部へ袋の受け渡しを行いません。それにより待機運転に比べて歩止まりが向上し、より高い生産性を実現します。また計量機、投入機など各種周辺機器との連結も可能です。ノンメタルクリップでの結束を可能とした FF シリーズには他にもテープ結束機を搭載した FF220N の T、 クイックロック結束機を搭載した FF220N の K、 インシュロック耐結束機を搭載した FF220N の IT の3機種があり、幅広いユーザーニーズへの対応を可能とし、パッケージングの付加価値作りに貢献します。また従来通りのメタルクリップ結束機の FF220N の C もその実績で高い評価を受けており、ロングセラーを続けています。
結束包装機械 FF220N の PC は、さまざまなパッケージングに新たな可能性をご提案します。私たち古川製作所は、これまで以上に市場ニーズへの迅速な対応とさらなる進化をお約束します。